勢力に動きあり。切った張ったの群雄割拠、大きな流れ。落ちたか、やっぱり誰か。毛利軍陥落、徐々に数勢も見、新たな合戦が勃発。松坂か。乱世の共有開口。僕なんか倒したって名誉じゃないよ。ここに出るんだね。オッケー、了解だ。よし、それじゃ行きましょう。このひとときを遮るか。 K は実に愚かだな。静かだな。鍋が煮えと。つくづく夜とはこうあるべきだ。思いっきりもてなしてよね。ごめんなさい。とんでもない。そんでぐるぐる野郎が来るぞ。なんたる技巧、どれほどの修練を積んだものか。ああ、僕も鍋で回りたい。おかしい、回れるかな。まだ生き残りはいるのか。いけだ、キキ。僕って山椒ビリリとしてない。兵の源を平らとしてみよう。何戯れだ。あの金吾様が戦の場にいることは評価しましょう。おびを垂れろ。最近鍋のことしか話してないっすけど。ご飯に呼んでくれれば許したのに。水谷早え、強え。よし、じゃあ金吾に変更。俺が生まれた意味、それはここで死ぬことだ。うん、ごまだ。触れるもの全てを傷つけ。細かいし。ごめんなさい。さあ、たとえ死んでも立派なことですよ。そんなこと言われても僕怖いよ。ごめんなさい。あの方は常に何かを欲しておられる。あれが敵方の要ぞ。好きにさせるな。いいね。しっかり食べれば負けないのかも。俺たちは凡人。相性が特別なんだって。この世で最も強い感情、あの人はそれを司る。回った時によろけないのが目標なんだ。ごめんなさい。なんと一か。ならばこの陣、守り通して見せましょうぞ。おかげさまで今宵もうまい酒が飲めまする。それがしと出会った。それが貴殿の失策だ。欲界の位置を知っているかね。すぐ隣だよ。お願い天界様、僕を助けて。すげえあくびだな。そろそろおしまいでしょうか。今の天界のあくび最高だな。騒がしいな。思いに浸る猶予もない。琵琶法師もこぞって歌に従うだろうな。我らに名前はない。
我らに名前はない、我らに懺悔はない、故にお前にも何もない。そうか、違うか。やればわかる。時はあるのだ、日はすでに落ちている。絶対筋肉痛になるよ。昼の正体を知っている。少し眩しいだけの夜、この墨色と何ら変わらない。僕なんか倒したって名誉じゃないよ。お前は我らを恐れるか。天下には美味しいものとまずいものしかないのに。我らはお前を恐れない。恐れるとすればただ一つ、いや言うまい。先には行かせん。この命に変えてでも。次は祭りごとでも覚えるか。だ健在か、ならば傷つけ。当たってる？あ、当たってる。傷ついたならば死ね。嘘です、お腹空いて。つい早くハフハフしてマグマグしたいな。死んだか、ならば来世に蘇る。ごめんなさい。武将である前に食べるお客でありたいんだ。我らは過去を忘れた。好きに壊し好きに進む、それが我らよ。あるいは元からなかった。次は長々と生きてみる。あとお前だけや。オッケーオッケーオッケー。次は友でも求めてみるか。死神殿らが倒れたか。次なる蜂はこの俺か。あいつら路頭に迷うのかな。ベーゴマだるいな。控えおろう、この方はカロン御大将。風情を介さぬ刑は誰よりも罪深い。そこに刑が求めるものは置いていないよ。俺は人にあらず、もののけにそういない。あの金吾様が今日のダメはご豪華にいたしまするぞ。どうにも私は感情の数が少ないらしい。世の中には僕を怒鳴る人が多すぎるよ。金剛の地位は鍋の弟子。鍋の弟子。これ僕のだからね。これ僕のだからね。にゃー、猫だよ。って喋っちゃった。ごめんなさい。あー、今日が多いな。吉か、まあいいや。何をしておるか、力を振れよ。味噌一文字で言い表せる命とはたやすいな。たやすいな。あの方に会いたいのならばこのまま進め。静かだな。静かだな。
物を思うにはこの上ない時間だ。Kも目を閉じ、何かに思いを馳せるといい。物によっては私が譲り受けるとしよう。あったん、君は。なるほど、可能性を捨ておく者か。この上なき贅を心得ているのだな。いやー、あの顔、夢に出てきそうだよ。近づくな。我らが言っては邪魔になる。こんなことなら誰か代わりに国を治めてよ。おいしいものは僕のもの。欺瞞を正し、当たってない、まとうつかさと、それが私、当たった当たった、正すつかさだ。Kにはいつか贈り物を捧げるとしよう。捧げるとしよう。ああ、ナメよ、やっと君をマグマグできる。なんかさ、ナメ貫通してんだけど。早くしてよね。ガバガバだな。30レベル、グルグルキングをレベルマックス。敵勢力に動きあり。ノルカソルカの一進一退。おお。黒田軍撤収。勢力図が塗って。ガクガクマグマグ、すごい殺気を感じるよ。サイカ行くか。5戦目サイカ孫一。やこれかな。よし、契約でなく力で彩花を従わせようとでも。我らも安く見られたものだな。金よ響け、我らは誇り高き彩花衆。お前はこの後、我らの強さを知るだろう。ごめんなさい、ごめんなさい。いた。で、これは罠があると。小鳥は静かに身を隠す。お前はどうだ。至る所に罠があります。僕なんかいじめて楽しいの。数と能率の敗北、認めるわけにはいかない。ならばこの陣守り通してみせましょうぞ。この強さ、それだけでは何の価値もないぞ。どうした。なんだ、食べ物じゃないんだ。我らは一騎打ちには付き合わない。命がいらないなら触れると。
これ便利だよね。早わなと思ってた。正義があるとすれば生き残った側だ。生き延びたければ我らと感化を交えぬことだ。強っ。この火種を放置することは我らのはずだ。兵力損害警備、展開を続行する。撤退するぞ。我らの任務は果たした。ごめんなさい。僕どうしたらいいかわからないよ。おや、奇遇ですね。私もさっぱりわかりません。ここはめんどくさいんだよな。離れるのだ。避けづらいというか。我ら流の艦隊は気に食わないか。ごめんなさい。やっぱりやめようよ。ん、我らに上手がいるようだ。お前は何人目の我らを前に屈する。やだ。どうしたら帰ってくれるの。ペッ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 ペ。この下に落ちたな。持ってくるか。武将である前に食べるお客でありたいんだ。じゃんけんですら勝てる気がしねえ。あなたを助ける術はないのですね。なんたる悲劇。なんたる。俺が人から天海様も戦ってよ。これよりお前の命を1割削る。誰も助けに入ってくれないの。みんな、弔いの弾丸をあの者に浴びせるとしよう。了解。お前も時代の寵児となるか。魔王のように。あ、俺応援だけで疲れた。事前情報に誤りがあったか。我らを脅かす意志、それはお邪魔しまーす。我らの隠れ地を見つけるとは。みんな頼むよ、本陣を攻めてきてよ。見ませい。敵軍が海のごとく叫ばせる。僕は戦国の隠し味になりたいんだ。ごめんなさい。目ざといな。我らはそれを歓迎しよう。もうやめない。僕の負けでいいよ。溺れるがいい。我らは最後に勝利する。心しろ。全ての銃口がお前を狙っているぞ。忠告する。我らの残弾が尽きることはない。この状態かな、満腹状態って。ペペ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 ペ
僕も帰りたいからさ、みんな頼むよ。どうしたものか。これお前の血潮を2割流す。鍋がでかくなった気がする。誰かお弁当持ってきてください。で、絶対でかくなってる。これがまあ通常状態で、我らに満腹状態になると我らは折れぬ。この程度ではない。あのキンゴ様が今日の鍋かなり強力になる。効果にいたしまするぞ。君らの鍋なんて焦げちゃえばいいのに。あの人はきっと一人ぼっち。なんか鍋がでかくなる気がする。でかくなってる気がする。僕もわかるよ。おこがましいかもしれないけど、戦場では力のないものが死ぬ、ね、それだけだ。棟梁、予定通り撤退します。無数の我ら相手に3回くらい食わんとあかんな。どこまで立ち向かえる。嘆きはしない。なぜならお前は我ら。強化するのに結構食わないといけない。どうしよう。早くハフハフしてマグマグしたいな。OK。この戦が済んだら筑前に帰るんだ。我らは棟梁に従う。負ける時もまたしかり。むずいな。お前は死を恐れるか。痛みを、屈辱を恐れるか。切ってみろ。我らは何も恐れない。我らは誇り高き最下衆。今気づいた。これが我らの生き様だ。なるほどね。人参食いまくったら3回ぐらい食ったら強化する。マップ状態。この我らに奇襲をかける。誰が何と言おうと貫け。それが誇り。焼き鳥ののれん見たよ。いい鳥入ってる。どうして誰も助けて入ってくれないの。わかるか。お前は我らの導火線を灯すか。あ、やべ、もう消えた。いや、残念だ。お前の望む結末は訪れない。どうした。ずいぶんと気合が入っているな。うわぁ、味方募集中。よし。なんか専用アイテムもずっと満腹状態とかになってほしいな。そして息を。ごめんなさい、壊れないよ。さすがにそれチートアイテムか。ああ、鍋よ、やっと君をマグマグできる。何鍋？早くしてよね。ペンペペペ。敵勢力に動きあり。死亡策を何でもござれ。生き延びる。知ってた。死にゆく様はまさに核軍なりふり。いいの？天下取れちゃうよ。次は最終決戦だね。
まあ関ヶ原確定だろう。今どういう状態だっけ。こういう感じか。バー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 、どうしようかな。攻撃にしとくか。でこれ全員タックできるようになったね。さあここまで来てくれ。お前と話がしたい。ドドド。来てくれて嬉しいよ。それじゃあわしとお前力比べていこうか。色旗綺麗に洗濯しといてよかった。やめてよ、刀振り回したら危ない。大丈夫ですか。今私が行きますよ。打ち漏らしは俺たちが何とかするんだ。これは移動用の滑車か。あいつぐらい引き入れたもんがねえのか。拙者もあのような活躍をしたいのだ。ヒデ、拙者の剣を受けられるほどの鍛錬を。全くの躊躇なしか。手が焼けるな。お前が絆の敵と思いたくはなかった。天海様、具合が悪いなら帰ろうよ。そうですか。帰りの面倒までは見ません。3回くらい食わんとダメなんだよな。飾りの場を持ちたかった。俺を置いてけ。もう走らねえ。おにぎりって大きいほど美味しいよね。強っ。ここはじっくりと狭めていく。ホラーを頼む。兵をぶつけるだけ戦術か。やっぱ俺進む道間違ったな。ところで君の地元おいしいものある？だって。ターガットが来ます。久しぶりにやってみるか。戦わず突撃せよ。やはりできた。皆の者、逃げるが勝ちだ。六方からここに同時に打ちかかるのだ。いいか、油断はしたこともなかったな。食べて寝て食べて寝て。やっぱりそれで大きくなったの。僕の盾になる人何人でも募集中。俺らには絆がある。負ける気がしねえ。あんたを見たら逃げろって母ちゃんが。怖くてたまらねえのに心が踊る。レフタイ祈願はしておいた。あとは勝つだけだ。必ずや。後で構ってあげるからね。で先にちょっと逃げます。逃げた方がいいのか。忠義ならば下元の誰にも劣らぬ。
俺一人生き残ったって仕方ないよな。わしとお前は対等だ。気負わず来るといい。あなたが勝てるよう祈りますよ、金吾さん。僕切られるの？夕日みたいに回った時によろけないのが目標なんだ。頼もう。僕に突破されるなんて頼りないもんだね。仁王立ちだけで救わせるか。とんでもないな。で落雷ね。爆雷だった。落雷を発生させるだと。動くは雷のように。まさにお前そのものだな。俺応援だけで疲れた。醤油と味噌があれば最悪どうにかなるよね。いてー。ご飯って噛むたびに味が変わるんだよ。もう大気醤油とナイス。のろしだ。のろしを上げろ。いや何、破天荒とよく言ったもの。最近鍋のことしか話してないっすけど。あの金吾様か。今日の鍋はご豪華にいたしまするぞ。わしとの一騎打ちで全てを消しないか。この爆雷も地味に厄介なんで。もう一つちょっとこういう技変えようかな。新しいの手に入ってるよね。天下には美味しいものとまずいものしかないのに。来るがよい。必ずや生きて帰る。拙者の応援が功を奏した。のか。断ずるな。我らが大将のつま先にも及ばぬ。頑張れ。わしに手柄を譲る必要はないぞ。ほほほほ。こんな時はそう、逃避行だ。あ、ちょっと大吉近いな。あ、来た。行って。人気はこれほどに取りやすいものにござったから。食事時を邪魔するつもりはござらん。願わくば金をください。飛んで逃げるために。そんなに頑張ったらお腹すくよ。レプが俺たちは俺たちができることをやろう。怖い怖い怖い。この大砲野郎怖いんだよな。皆の者、明日は我らの手の中ぞ。いざ勝負。貴殿と拙者の一騎打ちなり。
竹浜。こんなに大吉だって基地か。まあ今からでも誰か大将変わってくれないかな。危ない。僕に楽させてくれるんでしょねえ。様こそ明日に光をもたらすお方だから。この辺りって何が美味しいの。味方募集中。大軍は小僧だ。博士、無理をしたらわしが泣くぞ。ご来年忠勝様に運んでもらったぜ。俺この方と同じ軍でよかったよ。うわっ、オスラ、お前が先だろ。またすごいものを見せていただきました。いやお前が行けよ。俺はやだよ。こうきらり、本田忠勝を倒すのは今よ。気をつけろ忠勝、弱点を晒すな。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。カウンターしやすいな、戦ったわ。共に太平を支えてくれると誓ったろう。誓ったろう。ここで手柄を立てないぞ。二つの力を間近で見る、その恐ろしさ、武力、人の絆を断ち切る。わしはそれを望まない。世を滑るのは絆の力。それがし徳川家康、武器を捨ててお前に挑もう。怯えて勝てる戦などありませんよ。ほら、さて、広がるはどちらの時代だろうな。君はいいよね、優しくてさ。宇都宮君は嫌いだな。だって僕をぶつも。お前にも見てほしいな、わしが起こす時代を。やっぱ湧かないね。誰一人として遅れる中で出撃。世の中を動かすなんて僕には無理だよ。戦国最強の魂、今もこの胸に宿っているぞ。醤油と味噌があれば最悪どうにかなるよね。こういう時慌てた方が負けなんだよ。ご飯って噛むたびに味が変わるんだよ。美味しいものは僕のもの。美味しいものは僕のもの。家康様と。OK。導いてくれ。長い穏やかな穏やかなよりより。やっと君をマグマグできる。
何鍋？早くしてよね。あ、やっとレベルアップした。やったー。すやすやキングを習得。